はい、どうもトライアングルです。今回はですね、ポケットモンスターの、まあ誰もが知ってる、ポケットモンスター、レッドバージョンの、まあ VC 版なんですけどね、そちらで、バグをやっていきたいと思います。それで今回やる、バグですが、まず、ポケモンを変化させるバグと、あとバグショップっていうのをやってみたいと思います。とりあえずじゃあやっていきますか。ビジョンさんからスタートで、そのためにちょっといろいろね、そうですね、おこえくんですね。はい、ちょっとね、これ、僕のサブチャンネルの、ところ見てもらえばわかるんですけど、そのデータでやっております。はい、おこえくんですね。で、手持ちは、はい、こちらのように、ビードル、ピカチュウ、ブンバボンと。ちょっと画面、はい、ごめんなさい、ちょっと画面があれでしたね。はい、ブンバボンとピカチュウ、ビードル。このビードル、この子を、進化じゃないですけど、はい、変更させたいと思います。やり方なんですが、まあ、モンスターというかね、ポケモンはこの、状態で良くて、で、道具が13個以上いります。はい。そして行きましょう。で、いらないポケモンですね。いらないって言ったら失礼だけど、あ、敵出ちゃった。やばい、逃げれるか？逃げれるのか？やばいぞ、虫、やばい、鳥に食われる。捕食される、捕食される、逃げろ、逃げろ、やばい、ちょっと待って、捕食される。ちょっと待ち、待って、逃げる、逃げる、逃げる、やったぜ。で、こちらですね。道具の、上から13個目。いきますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。はい。こちらの、穴抜けの紐。こちらに、セレクトボタンを押して、BB です。はい。この状態で野生のポケモンと、出会います。出会いますというかね。はい。会います。おー、久しぶりみたいな。おー、久しぶりさっきちょっと捕食しかけたから、ちょっともう一回帰ってきたわみたいな。あ、ちょっと子供ですね、多分。これレベル5だから。で、こちらで、ポケモン選んで、ここで A を押します。すると、はい、バグります。あ、ん？あれ？止まった。これでできると思うんですけど、なぜか止まっちゃったんですよね、さっき。さあ、いけるか？ポケモン。ビートル。オッケーできたけど、なんか買いになって止まったくそ。さあ、できるかな？止まらないで。止まっちゃうんだよね。はい、どうやら、なぜか、ちょっとね、止まってしまうので、フリーズしてしまうので、今度は、一番これがポケモンの中でスタンダードな裏技じゃないかなって思う、レベル100の裏技ですね。はい、こちらをやっていきたいと思います。まずレベル100にしたいポケモンを用意して一番上に配置。今回の場合ですと、このビートルですね。はい。ビートルをレベル100にしたいので、やります。技を2つ以上覚えてることが条件ですね。はい、覚えてます。で、道具の7番目でセレクト BB。要は、よいしょ。さっきと一緒ですね。1,2,3,4,5,6,7。そこで、セレクトをしての BB ですね。はい。草むらに入って戦闘します。そして、その後に、まあ、ポッポ。ポッポ勝てるかな？ちょっと戦闘で勝利できるか？そうか。ビートルじゃ厳しいか。行くか。一番下の、技にカーソルを合わせてセレクトボタンを押します。はい。そしたら、メガトンパンチに変化しますね。はい。変化するんですが、戦闘で、この状態で戦闘に勝ちます。はい、81レベルですね。メガトンパンチできないんで、毒針打っていきましょう。さあ、どうなる？勝てるのか？おー、強い！強くなってる！ビートルレベル81、さすがだ！いけ！ビートルレベル8！ 81。やっぱり能力も上がってますね。そして、ポッポを倒す。そうすると、はい、レベル100になります。そうですね、ビートルレベル100です。親ビートルの様子がと。まあ、卑猥なものに変化させて終わりましょうか。はい、レベル100の悟空が誕生です。スピアには、なりません。はい。いいね。で、バグった、そうですね、HP はね、ポケモンセンター行けば治りますので、はい、こういう感じで、レベル100の子が簡単に、なります。でもまあ皆さん、ちなみに、もちろんこれはセーブせずに、そのまま切ります。まあバグ自体はね、やらずに、
まあ、楽しく、まあ、バグしても楽しいかもしれないですけど、はい。こういう感じでね、いろいろちょっと、バグを紹介していけたらなと。この動画で見てもらって、バグを楽しんでもらいたいというね、はい。感じでやっていきますので、よろしくお願いします。それじゃあ、ここまでのご視聴ありがとうございました。いや、なんかちょっと最初の方ぐだってしまって、申し訳ないです。ちょっとね、改善点というか、その、バグの、さっきの最初のバグをちょっと調べておきますので、またちょっと、次の動画で、出したいと思います。それじゃあ、お疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。